赤市市立衣川中学校は、兵庫県赤市市南大路にある公立中学校。地元での通称は、一遊もしくは、衣川中。なお、衣川というのは、この中学校の東側を流れる赤市川の別名である。1947年3月31日。当時、赤市国民学校校舎の一棟中教室を借り受け、近所中学校。 女子商業学校とともに、行動、運動場、特別教室を共用していた。6ヶ月を経て、1947年9月1日、明石市浄水町1977番地、大韓国民学校に移転。1949年4月1日より1950年1月まで、王子小学校に分校を併設。1950年1月南王子町に校舎が、 落成するとともに転し、現在に至る。絹川中学校には、上記の三つの小学校の児童が、主に入学してくる。正しく明るく強く責任、創意連帯、自立学びたくなる、学校信頼と愛情のある、学校感動のある、学校規律のある学校、美しい学校を連携する、学校この市は、荒れている状況にあった絹川中学校を、 改革するため1977年に当時の校長池内三郎によって考え出されたものである。現在でも各教室や体育館など学校の様々な場所で掲示されている。交渉の案は当時の二階生が考えたものに美術担当教諭が指導を加えて完成されたものである。外周の16弁は菊の花を表していて、 赤石川の別名コロム川がなまって、菊川とも言われていたことから用いられ、菊の代表的な色の黄色が彩られている。中心の中和中学校を表しており、その縦の三本線は赤石川を表している。校歌は創立5周年を記念して作られた。作詞は二代目校長の山本武一によるもので、作曲は当時の音楽担当教諭、松下三郎が担当した。 目指す人間育成と風光明媚な瀬戸内の自然が歌われている。特に記述がない限りは全校行事である。四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月一月二月三月体育大会と文化発表会は二大行事と呼ばれている。体育大会は組体操やダンスなどのマスゲームに力を入れており保護者だけでなく卒業生や地域に住む 人々の観覧も多い。文化発表会は合唱をメインとしている。部活動は盛んに行われており、軟式野球、剣道、水泳、陸上競技、ハンドボール、バスケットボールなどは開校以来全国にまで進出した功績がある。特に男子バスケットボール部は1974年に全国優勝している。年度により部数の変更がある。 近年生徒数の減少からクラブ数が減少しつつある。かつては体操、バレーボール男子、ハンドボール女子、合唱、坂道、書道、英語、家庭、将棋などの部が存在した。なお、ハンドボール部と水泳部については平成25年度から廃部となっている。委員会も生徒数や教員数の減少により再編された。保健体育委員会は保健委員会と 体育委員会の合併、図書学習委員会は図書委員会と学習委員会を合併したものである。また、生活委員会は風紀委員会を解消したもので、放送委員会は放送班を格上げしたものである。ありがとうございます。